花屋は私の夢。でも実際の仕事はとっても現実的。水仕事で手荒れは一年中治らないし、立ちっぱなしで足はむくむし、腰痛はひどいし、どんな夢も叶えてみれば夢ばかり見てはいられない。花を買いに来るお客様は色とりどりの花々に目を輝かせながら入ってくる。そして花束を受け取ると来た時よりちょっと幸せそうな顔で帰っていく。素敵。ありがとうございました。その姿を見るのが私の幸せだから、だから私は一人でも平気。あなたがいなくても生きてゆける、きっと。1周年記念セールも無事に終わった。この分ならすぐに閉店セールはしなくて済みそうだ。純也、久しぶり。今日という日はまだ終わらなかった。純也は今朝仕事で日本に帰ってきて、また3日後にトンボ帰りするらしい。彼がどうしてここに来たのか聞きたかったけど聞けなかった。二人とも肝心なことは何も話さず、ただ自分たちの仕事のことをポツポツと話した。じゃあ俺行くわ。体に気をつけてね。ともみも。この人ともう二度と会えない、そう思ったら話しかける勇気が出てくるって何かで読んだことがある。それがきっと今この時だ。私ここにいるから。私はずっとここで花屋やってるから。私はここにいるから。私たちはまた離れていくけれど、今は彼の心がずっと近くに感じられる。伝えきれない思いは花に託して。大事な思いを君へ。